だから好きなことを仕事にするっていうのはものすっごいいいことなのよ。すっげえいいことなのよ。だから俺が好きなことを仕事にしようと思った時は、僕は正直言って悪いことだって感じたの。親も怒るし、家族からも反対されるし、悪いことじゃないかって思ったの。これやったら絶対失敗するんじゃない、これやったらなんかすっげえ恐怖で、もうお金がなくなって永遠にやりたくないことをずっと続かないといけない、もう多摩川でホームレスになってるみたいな、マジ本当にそう思ったの。悪いことなんだって思ったの。そうではないんです。Hey guys, thank you so much for checking out Chris's room. 僕はね、いつもね、本当に好きなことを仕事にしてもいいんだよって、で、辛いなことを仕事として続けなくてもいいんだよってね、本当にね、ずっと言っている人なんですけれども、一つね、これをやっている時に大きいコツがあるんですよ。それは、by 収入。バイリンガルガールじゃないぜ。by 収入。All right? What I mean is that having another source of income.2つのインカム、収入を用意するっていうことなんですよね。で、どういうことかというと、普通のやり方っていうのは、ね、特に日本でのその働き方にロマンがあるお国だと思うんですよね。アメリカもそうだと思うんだけど、なんか成功するみたいな感じですげえロマンがあって、で、結構極端なやり方を極端なやり方がやりやすいっていうと思うんですよ。例えば好きなことを仕事にするって言ったら OK、 じゃあ5年とか6年をかけてゆっくり現実的に確実に行ける道でやっていこうっていうんじゃなくて、もう来月からそれをキャリアにしないといけないんだみたいな、超なんかいきなりそれをフルタイムにするみたいなキューっていうのがあるんだよね。で、それはそれでいいと思うんだけど、僕がすごいおすすめなやり方は、まあ、副収入みたいな感じでやっていくのがすごいいいと思うのね。だから一つフルタイムの仕事をやってるかもしれないんだけど、それをやりながら別のやり方も勉強していくっていうことなんだよね。別のそのビジネスのやり方で、副業みたいな感じで副業を本業に変えていくっていうやり方がすごいいいんじゃないかって、まあ全員にそれがいいかっていうとそれはね違うと思うんですけれども、一つすごいいいやり方だと思うんですよ。で、このね、やるときに、このスイッチを始めるとき、すっごいすっごい超もう運命な学びみたいな、すっげえ深いもう学びみたいなのが入ってくるんですよね。まず何が起こるかっていうと、普通の人の場合だったら1は自分の声、自分の中で俺にはそれ無理だ、私にはそれ無理だっていうことが起こると思います。 OK、 これが来たらあなたは間違いなく成功の道を歩いています。好きなことで自由に生きている人、好きなことで好きなことを仕事にしてるから自由になるかって言ったらそれも違うからね。自由っていうのはメンタルワークが入っていくから、好きなことを仕事にして、それと一緒に自由になるメンタルワークをやらないと自由にはなれないと思うのね。本当に好きなことで成功すると失敗する不安っていうのも来るわけよ。いきなりちょっとやってバカーンって大ヒットしちゃうっていう人たちにはいきなりなくなるんじゃないかっていう超恐怖、次の学びっていうのも来るから、好きなことを仕事にするから自由になるかっていうことは そんなに簡単なことじゃないから大丈夫だよ。それは分けていいから。で、このワークをやっていると両方できるんで、ポイントはまず最初に私には無理だよ、僕には無理だよみたいな声が来ると思うんです。それはあなたが正しい道を歩いているっていう証拠なんですよ、ね、好きなことを仕事にしている人たちはね、必ずそれを通ってる。で、第一の門みたいなのがあるわけよ。そこを通らないといけないの。これ自信がついていく門みたいな感じで。なので、まずそれは自分で来る。で、その次に来るのが他の周りの人たちが来るわけよ。ね、それ無理だよとか、それできるよとか、それできるよっていう人もいるんだけど、ポイントはあなたには無理ですよっていうのが来るのね。それやらない方がいいよと。あ、それやると失敗するよって。で、中には特に、ね、まだ若い人、まあ、それか、まあ、若くても違うけど、両親とか、ね、両親の場合は本当にね、おかしいことをお父さんとかお母さんが言ってくる時あるんだよね。いや、あなたそんなことやったらあなたダメになっちゃうよって。え、何、副業、好きなことを仕事にしたら人生がダメになって、なんかわけわかんないけど大失敗になって、ね、全てのお金が損になって、もう気づいたら多摩川でホームレスやっててね、
その最悪の場合になっちゃうみたいな、なるわけないじゃないですか、リアルに考えるとね。でそんな無茶な自分の人生全部捨てて、わけわかんないところに全部お金を投資するみたいな、そんなことしなくていいんだからね。少しずつやっていけるんだよ、やっていくのがリアルで、それがいいやり方なんだから、そんなわけわかんない投資みたいな、その何なんかね、1970年代に流行ってたなんかわけわかんない怪しい株を買ってみんなが損するみたいな、そういう話じゃないんですよ、ね、でも周りの人はなんかお前怪しい株を買って全部失敗するぞみたいな感じでかかってくる時があるのね。でこれすっごいメンタルが強くなる超超うまいレッスンなんだよ。もうこれね、スピリチュアル的にね、自分のメンタルを強くしたいとか、スピリチュアル的に自分の魂を次のレベルに上げたいみたいなね、メンタル強くなりたいなみたいな、こういうのを好きな人にはもう超美味しい食べ物なんだよ。他の人がお前無理だねって思って、でその時にガクッて恐怖を感じたら、そこにあなたの修行があるんですよ。そこにおー、まだ自信がないところがあるんだなって言って、そこから深い深い深いワークができるんだよね。でそのワークをすると、誰がお前にはそんなこと無理だねって言っても自分には感じられなく、もうスーパーメンタル、ゴッドメンタルみたいなのが、もうジェダイマインドみたいなのが身についていくんですよ。でそこでまたその門があるからね、それとどうやって向き合っていくのかっていうことを勉強しないといけないんですよね。で何をすればいいのかっていうと、それを手放すっていう決断をするの。この考えは私のためにはならない、この考え、この波動を僕の心の中に持っていくことによって僕の役にも立たないし、僕が好きなことを仕事にして、ね、世界を良くしていく、社会を良くなっていく、幸せを増やしていくっていうところで、その人たちにも種物になれない。なので私はこれを手放しますって言って、もう手放すの、ね、でそれ一回やったらね、だから本当にこれ紙に書いていってもいいんだよ、僕と一緒に言ってみる、私はこの感情を手放しますって。で本当に幸せな、役に立つ真実なものと私を合わせますっていうの、ね、これをアライメントっていうんだよね。これをするの、すると手放せるようになっていくの、ね、でこれが難しいなって感じたら、気づくだけでいいから、気づくだけでいい。ああ今来てるな、ああこの不安来てるな、ああこの不安来てるな、ね、で今度来たらぜひ iPhone とか、ね、ジャーナルでもいいから、その感情を言葉にして紙に書いてもらいたいのね。タイプしてもいいから、ね、レコーダーに話すっていう、うわ今感情来てる、どういう感情、重い、どこで感じてる、なんか胸の上、首が締まられてる、またお腹の下とか。ポイントはそうやってやっていくと、気づくだけでいいから最初は、気づくだけでいいから。そうすると自分とその感情を話せることができるの。でその感情はあなたがもう選ばなくていいのよ。でこの気づきの、気づく気づく気づくっていうのをやっていると慣れてくるから怖くならないので、ちっちゃくなってくるから、この怖いのが。でするともういらないって言えるの、あまた来たな、今日はもういらないよって自分で決断することができるようになってくるのね。これがメンタルトレーニングの道みたいなものなんだけど、で今度それ自分でやるじゃん。で今度他の人もこの波動を持ってるわけよ、この感情を社会に流れてるわけよ。こうやって例えば俺がさ、ベルバーンって言うと流れてるやろ、音が、ね、ね、考えは波動って考えるとすっごいこの道が楽になると思うんだよね。で実際にこれも本当に科学的に考えると、物は全て波動だから、ね、恐怖の波動とかがあるわけよ。でその波動はうーって伝わってくると他のところに行こうとするわけよ。で自分がその波動を考えてるのに、これリアルじゃないな、手放そうってやったら、その波動が消えていくわけよね。そうやって世の中から恐怖が消えていくと思うの。でポイントはこの道を歩いていくときに、他の人がまだこの恐怖を持ってるわけよ。
なんでそれダメだよとか言ってくる恐怖持ってるわけよ。なんでって言うと、その人がその小学校の時に親から言われたからとか先生に言われたから、でその人がテレビでこういうの言われてるのが真実だと思って言ってるから。テレビで学ばれてるものが真実じゃなわけじゃないよ。自分で何が真実かっていうのを決めていかないと、それがワークなんですよ。それが自立していくっていうことだよね。でそうすると恐怖が真実じゃないっていうのが分かっていくから、世の中から恐怖を手放していけるっていうことになるんですよね。だから好きなことを仕事にするっていうのはものすっごいいいことなのよね。すっげえいいことなのよ。だから俺が好きなことを仕事にしようと思った時は、僕は正直言って悪いことだって感じたの。親も怒るし家族からも反対されるし、悪いことじゃないかって思ったの。これやったら絶対失敗するんじゃない、これやったらなんかすっげえ恐怖で、もうお金がなくなって永遠にやりたくないことをずっと続かないといけない、もう多摩川でホームレスになってるみたいな、マジ本当にそう思ったの。悪いことなんだって思ったの。そうではないんです、いいことなんです。好きなことを仕事にすることによって、一方よしの自分が幸せになる、二方よしのその商品を受け取る人が幸せになる、三方よしで社会が、ね、税とか流れたりして社会が幸せになる、四方よしでその恐怖が消えてきて天っていうか、ね、本当にこの周り人類も幸せになっていくのよ。Alright, so I'm on your side. ごめんね、すっげえ今日ちょっとね早口言葉みたいな感じでわーってやっちゃったんだけど、 Thank you so much. Thank you so much for watching this video. And if you have any questions, please, なんか質問があったら LINE アットで聞いてください。俺こういうのねめっちゃ得意だし、超応援したいから応援するぜ。お互い頑張っていこうな。 Yeah, I love you guys and I'll see you in the next video. ありがとう。